こんにちは、華道家の宮本理丈です。今日は一輪挿しってわかりますかね。一輪挿しって花瓶のこと、口が細い花瓶みたいなイメージですね。今日4つぐらい用意しましたけど、ガラスのと、なんだろうこれ、なんかリボンついてますけど、それ花器なんですね。これ花器、初めて見ました。これは和風のカラカネとかってやつですけどね、細いよね、やっぱりね。一輪しか入らない。一輪用なんですね。二輪ぐらい入れてもいいんだけど。細い口の花瓶のことを一輪挿しって言いますね。細いと上にしか咲かないじゃないですか。うん、それがまた粋なんですか。粋ではない。粋ではないですか。うん、逆に一輪しかない場合、お花が、こういう花器の方がいいよね。大きいのよりね。今日ちょっとバラを用意しましたけど、こういう一輪挿しの花器みたいなのってのはご自宅にもある方が結構いらっしゃったり、この一輪挿しに生けるポイントとかってどんなものなのかなっていうのをちょっとご紹介できればなと思ってやってみたいと思います。選択肢がすごい少ないからうまくまとまる可能性は非常に高いですね。これは困りましたね。これは入んないんで、これには入れられないっていう結論ですね。花器とのバランスの話をまずさせてもらおうかなと思います。細い時はこういうのが引っかかって入んなくなることがあるので、花瓶の中にある葉っぱは取る。物足りなさはありますけど、まあ、ポイントは葉っぱの向きをとお花の角度ですね。横から見てみましょうか。ちょっと前に かしげてますよね。これをうまく利用して前に傾いてる方を前に持ってくると。でちょうど良かったのは前に葉っぱが来てるってこと。このお花の場合こう横になるとあんまり よろしくないです。斜めぐらいはいいですけどね。これぐらいがいいかな。前後に葉っぱがあるのいいですね。お花の見方の勉強にはなりますよね。こういうじゃあ小さいのに受けると、さすがにこれだと頭でっかちですよね。一輪挿しに対して3倍ぐらいあるわけだから、やっぱりここら辺にしたいよねってことになります。アンバランスさは解消してあげたいなっていう感じがしますね。全くお花の向きとかは同じですけど、これぐらいになるとまあこの花瓶だとまあ収まりいいかなって感じはします。一本で本当にシンプルにやるとこんな感じかなと思います。一輪挿しと二輪三輪ぐらい入れてみましょうっていう話をちょっとしたいと思います。こういうガラスの花瓶とかワインのボトルとかコーラの瓶とかそういうのでもいけるかもしれないですね。ワンカップはどうですか。ワンカップはちょっと口広いんですよ。あれ口が細いのが、まあ、いわゆる一輪挿しなので、ワンカップはじゃあ今度また別でやりましょう。これはちょっと角度ついていいですよね。これで終わりでもいいけど、ちょっと足しましょうと。これ葉っぱがあるので結構収まりがいいっていう感じで言います。ねじめとかっていつもやってるじゃないですか。いわゆる締まってる状態になってるので、なんとなく落ち着いてますけど、すごい葉っぱが疲れちゃってたりない場合とかもたまにありますんで、そういう場合どうなるかっていうと、ちょっとわざと取っちゃいますね。葉っぱがないとさすがに寂しいよねって。さっきの葉っぱ絶対取っちゃダメ、取ったらこうなっちゃうから取っちゃダメだけど、本当に葉っぱが疲れちゃってたり、ろくな葉っぱがない場合ってたまにあります。そういう時は何かやっぱ添えてあげたいですね。こういう葉物があるとやっぱりいいかなと思います。やりがちなのはこうやっぱり横横にいけちゃう、右左になんかいけちゃうと絵みたいになってしまう。前後つけて入れてみると。後ろに今入れました。今度前に入れましょうと。この入れる位置だよね。いろいろ試してみてください。一輪挿しとかでも表裏じゃないですけど正面とかは作るって感じですか。一応今説明してるのは壁の前に置く前提。テーブルの真ん中とかだとこういう感じじゃないですね。とりあえず今壁の前、何か後ろにある前提の説明ですね。だから今カメラ見てるのが前で、僕が今後ろに座ってると。こういうのが入るとさらに生け花っぽいんですけど、今日はやんないです。一輪挿しなんでね。こんな感じ。欲を出すとちょっと他のやっぱ入れたくて、これヒペリカムっていうやつですけど、かわいいです。こうでしょ。これはね、実なの。あ、実なんです。うん、こういうのはちょっと軽く入るといいですよね。
でこういうのは逆に横から見た時に首がちょっと前に来てるとありがたいかなっていう感じですね。横からのイメージって大事ですね。こういうのがまあちょっと入ると可愛いですよね。4本ですね、今入ってるの。バラを中心に葉っぱをまあ前後ちょっと斜めに添えて下に実を添えてみたと、まあ、一つ一つがこうギュッとこうくっついちゃうとかっこよくない。遠すぎてもダメなんだけど程よい距離感、ディスタンスするということですね。では2つ目、これは横幅ありますよね。これはねチャンスです。傾けられるチャンスですね。横から見るとこう入るってことですよ。前から見た時にバラ綺麗ですよね。花瓶と長さをしっかり合わせるってことですよね。この大きさで入れるとさすがにこれどうしたのっていう感じ。この場合はバラをメインに持ってくるか、メインというか一番長くするかどうかの問題ですね。これ横から見ると倍以上出てるわけで、さすがにやりすぎ。ちょっと下に収めたいからこれぐらいかなって感じします。落ちてっちゃうのもあるんだけどこれぐらいがいいと思います。ちょっとやっぱ長いの欲しいなみたいな感じに若干なってくるので、これを逆にねじめじゃなくて線で使うと、これも30センチぐらいしかないんだろうけど使えますよね。この頭でっかいのが長く出るというよりは細いのが長く出た方がいいですよねっていう。だからこれは花瓶の2倍ぐらい出てるかな、ね、こんな感じが良さそう。あるものをドバドバ入れればいいってもんじゃないってのは共通ではあるんだけど、でもやっぱりここら辺が欲しい。下はねねじめ的な感じですよね。バラの葉っぱがいいところに入ってたらそれはもういらないです。ない時のね対処法みたいな感じですよね。軽くこう他のお花入れたい時はちょっと添えるぐらい、こんな感じで来ると良さそうですね。この順序でちょっと変わったりするのでいろいろ試してみながらですね、毎回どうだろう、ちょっともう少し前行きたいかな、これぐらいがいいかな。角度つけたい時は短く切ると角度つきますね。こういう花瓶の時はあんま奥まで入れちゃうと立っちゃうので、また下に入れてみるとかね、なんか収まった気は勝手にしてますけど、どうでしょうか。一応これが今僕後ろに今添ってますけど、メインのお花に対して今度は長く添えてみたってことですね。そういうパターンもありですね。こういうのだと上にしか行かないのであんまりやらない方がいいですね。寝かせやすい幅が広いようなもの、横幅あると傾けられるので、こういう花瓶に合った生け方、今日はこの花瓶にはどうやって生けるっていうアプローチでやってみたってことですよね。こんな生け方もいいかなと思います。今日は一輪挿しの生け方をご紹介させていただきました。例えばバラ何本かいただきましたってなった時に、大きい花瓶に一気にまとめていけるよりこっちの方が簡単かもしれないですね。何箇所にも置けるし、これじゃトイレとか、これは何箇所とリビングとか感じでできるので、かつまとめやすいと思います。大きいのところに靴もやっぱこう混ぜていけるのってすごい難しいので、何ポイントか押さえながらできると、この動画を見ただけでもできるんじゃないかなって思います。横からの感じとかちょっと前後つけるとか、そういうのを意識してイメージしていただきながらやっていただくといいかなと思うので、ぜひ挑戦してみてください。今日はありがとうございました。